子ども被災者支援法に基づく基本方針の案を取りまとめたので公表するとともにパブリックコメントを行いたいと思います。福島原子力発電所の事故の影響により福島県の一部地域に対しては政府による避難指示が行われましたが、避難指示の対象とされなかった地域においても放射線による健康不安やそれに伴う生活上の負担が生じております。これまでも被災者、特に子どもの健康上の不安やそれに伴う生活上の負担に対する支援を行うため、3月15日に原子力災害による被災者支援パッケージを取りまとめるなど具体的施策を実施してきたところであります。これに加え基本方針案では被災者からの要望が強い施策として福島近隣県を含めた外部被曝状況の把握、自然体験活動の充実、住宅についての支援拡充といった拡充施策を盛り込んでおります。また基本方針の中では避難指示区域等を除いた福島県中通りおよび浜通りを支援対象地域と定めるとともに、支援対象地域より広い地域で施策を支援を実施するため、施策ごとの趣旨目的に応じて準支援対象地域を設定することにしました。これにより放射線による健康不安を感じている被災者やそれに伴い生活上の負担が生じている被災者に対し支援を着実に推進し、被災者が安心して生活できるようにいたします。どういう考え方で支援対象地域の分析を行ったのかということを、線量については一定の基準については法8条に規定された一定の基準、これを相当な線量としました。で、相当な線量は確率的な線量数値を示すものではありません。で、なぜ相当な線量としたか、これは法案の国会審議において法案提出者から線量数値で国が勝手に線を一方的に引くことでコミュニティを分断してはならない、あるいは区域を地域の実情に合わせて決めなければまた人々を引き裂いてしまうなどの答弁がなされておりまして、立法時単に占領のみで支援対象地域を定めることが想定されているとは言えなかったと思います。で、その点では今回は幅のある一定の幅のある占領の考え方として、相当な占領という考え方を基本方針の中で示しております。相当な占領とはその意味で一定程度の幅を持たせることによって地域の社会的経済的一体性とも整合的な支援対象地域の設定が相当な占領ということで可能となったものと考えております。ですから法律上のこの一定の基準の我々解釈として相当な占領ということを置きました。今後その規制の方の検討の結果というのはどのような形で反映されていくのかお尋ねしたいんですか。規制については我々の3月7日の原子力災害対策本部において占領水準に応じて講じるきめ細かな防護装置の具体化、これを、検討を依頼しました。で、その検討を参考にしながら我々もこの一定の基準について参考としながら考え方をまとめていきたいということで取り組んでまいりました。で、これについてはこれまで関係省庁の間でこれから申し上げるような取り組みを行ってきているときております。具体的には有識者に対するヒアリング、チェルノブイリ事故後の対策の詳細な把握、占領水準や防護措置に関する国際的な規則等の再確認、個人の生活パターンに応じた実際の被曝占領に関するデータの把握、各種の放射線量モニタリングデータの把握、福島県民の健康影響に関する国内外の検証結果の確認、各省庁におけるこれまでの防護装置の取り組み状況の確認、これらのことを踏まえて今後の対応に関する関係省庁間での意見交換、このような議論をやってまいりました。
で、このような議論を通じて関係省庁の間では ICRP の国際的科学的な知見によれば100ミリシーベルト以下の被曝線量による発がんリスクの増加は他の要因による発がんの影響等によって隠れてしまう程度である、あるいは20ミリシーベルトや1ミリシーベルトといった線量水準は健康に関して安全と危険の境界を意味するものではない。さらにこれまでに蓄積されてきたモニタリングデータ、あるいは個人線量に関するデータなどに基づけば、増率地域でもここの住民が実際に被曝線量は被曝する線量、これは生活パターンによって異なる。で、具体的な防護措置はモニタリング、健康管理、除染などのさまざまな施策を適切に組み合わせるべきであるという認識が共有されてまいりました。で、このような議論も踏まえて20ミリシーベルトを下回る空間線量水準では生活パターンによらず住民の健康影響に差が出る確率的な特定の線量数値があるとするのは必ずしも合理的ではないと。で、このため今回の子ども法に規定された一定の基準についてはこれらの意見交換も踏まえながら、これらを参考としながら確率的な線量水準を定めることが適当ではないと考えて、一定の幅を持った相当な、線量といたしました。比較的線量高いところといえば、その県外でも例えば宮城県などの周りの方などありますけれども、そこが住民地域になるわけですが、支援対象地域に、できないとかしなかったというのは、やはりその方で考えられる。公表されているデータによれば、原発事故発生直後、宮城県丸々町には毎時 1.0 マイクロシーベルトを上回る線量が計測された地域が存在する、これは承知をしております。しかしながら、毎時 1.0 マイクロシーベルトを上回る線量が計測された地域の大半は山林と考えられ、福島県内の地域に比べて居住者などに特に強い健康不安が生じたとまでは言えない。そして実際丸の内町からの自主避難者数は福島県中通りにおいて同等の線量水準が計測された市町村と比べ自主避難した住民はかなり少なかったと推計されることを踏まえて、丸の内町は支援対象地域として指定しなかったものでありますが、支援対象地域としては指定しませんでしたが、我々は準支援対象地域、要は施策ごとに必要な地域に必要な施策を講じるということで、丸の内町についても必要な施策を講じていきたいと思います。パブリックコメントということでしたけど、これまでなんか議員連盟の集会なんかでは、サブコメで済ますなという意見が非常に強く出ていたんです。子ども被災者支援法の基本方針の作成にあたって被災者等から意見を伺うことは大変重要だと認識をしております。で、政府においてはこれまで被災者や支援団体などが開催する会合に福島はもとより関西や中国、九州などの遠隔地も含めて参加をしてまいりました。あるいは個別に被災者や支援団体と意見交換を実施するなどの取り組みも行ってまいりましたが、被災者からさまざまなご意見を伺ってまいりました。で、今回基本方針案を策定したので、今後パブリックコメントを通じ広く被災者や一般の方のご意見を伺うとともに、福島県において政府主催説明会も開催する予定です。いただいた復興庁予算の概算要求にかかる方針の中で、福島に関しては特措法の基本方針を踏まえ避難者の支援やふるさとへの帰還を加速する総合的な、かつ迅速な施策を講じるというのがあってですね、今日発表されたその支援法の基本方針に関しての記載がありません。それで、支援法の理念でいうとですね、そのふるさとへの帰還を加速というよりは、避難する方、それから住み続ける方、あるいは戻る方を区別しないで支援するというのが2条に書かれた理念だと思えるのですが、
それと考えるとですね、この文言が矛盾するように思えるんですけども、その辺の整理はどのようにお考えなんでしょうか。矛盾はしておりません。我々支援法に書いてあるように、帰還をする方、避難された方、あるいは今そこに留まっている方、いずれの皆さんに対しても支援をする、これも我々の理念ですから、全く矛盾はしておりません。子ども被災者支援法の基本方針、案についてですが、そこの住宅支援のところで、福島県からですね、県外へと避難する方向けの、その借り上げ住宅について、新規受付の方は支援しないということだと思うんですが、大臣はこれ、新規受付の支援をしないというのは、どのような理由なのか、お聞きしたいと思います。新規受付の復活に関して、要望があることは承知をしております。で、借り上げ住宅については、今、福島県の話が出ました。福島県によれば、放射線量が原発事故直後に比べ減衰しており、避難されていた方の帰還が進んでいるため、新規受付が締め切られたものと聞いております。で、一方で、健康不安があり、中通りなどから避難されている方がいらっしゃることは承知をしておりますので、本方針案において、民間賃貸住宅等を活用した応急仮設住宅の供与期間を延長する、支援対象地域に居住していた避難者の公営住宅への入居の円滑化などの施策を盛り込んだところであります。